しできない。だから結婚もできない。できない。ない。ないないうるさいな。前言ってたいい感じの人とはどうなった？何もならなかった。ちょっと癖強いからやめた。どんな癖よ。付き合うかとか調子乗ってたのに。聞いて。ご飯行ったんだけどね。安い居酒屋だった。ダメか。割り勘だったとか。おごってくれたけど。安い汚い居酒屋だった。わからないけど思ってくれただけいいじゃん。無理に飾る男より飾らない男の方がいいと思うけどな。でも普通さ、いいなって思う女の子をご飯に誘うなら少しはいいお店行こうと思わない？しかも仕事終わりのスーツのまま来たし。まあ確かに初めて会うならもうちょっとちゃんとしたいかな。理想は高級イタリアンでしょ。もちろん。もちろんなんだ。相手の理想なに？高身長、高収入、高学歴、イケメン、細マッチョ、やさを、一途、料理上手、趣味、私。ん？呪文？しかも最後の趣味、私って何よ？趣味が私なら、頭の中私だけになるでしょ。浮気の心配もないし、紹介して。そんなやつおるか。少なくとも俺の周りの友達には存在しません、そんな人。ええ。理想な人存在しない？諦めた方がいい。いないいない。もっと理想を下げて探そうか。ええ、だって恋人だよ、結婚だよ、妥協できる。気持ちはわかるけどな、理想と現実は違うよ。理想は理想のままで終わらせたくないの。だって現実見て妥協した人と付き合うより理想の人と付き合う方が幸せじゃん。まあその通りではあるけど、そうならないのが現実なの。別れ。現実厳しいな。誰かと付き合える自信ない。泣きそう。肩貸してくれるイケメン落ちてない？だからおらんて。相談所行くか、出会い系で男探しまくるかして頑張れ。もう全力尽くしてダメだったらその時は諦めるだろ。さすがにどうなんだろう。とは言ってももう5年彼氏いませんから、半分諦めようかなとも思ってたり。恋人いない期間って理想ばっかり高くなるから気をつけた方がいいよ。真面目に。ガチじゃん。ガチ指摘じゃん。ガチだよ。とりあえずアプリとかやってみて、いろんな男と会ってみな。何がおすすめ？ Tinder、タップル、リズ、テアーズ。理想の人どこにいそう？もう全部やれ。全部やって現実に理想の人はいないことを知れ。ノリで全部登録した。さすがの行動力。もう実際に探したりしてる？条件設定して検索しても一人も出てこない。なんで？壊れてるよアプリ。条件は年収2000万以上、身長180センチ、A 型か O 型、経営者、25から30歳、長男、タバコ吸わない、お酒飲まない、くらいかな。おらんは、くらいかな、じゃなくておらんは、アプリも無理そうだぞこれ。ねえ、結婚できない。もうちょっと理想落とせって何回言わすん。うん、年収1500万とか。お前は一生結婚できんわ。